こんにちは、スクです。狼続きやっていきます。前回は裏食材、最後の裏食材を手に入れて、この料理長に渡す寸前でやめたところです。というわけで渡して話が進むと思います。話す。あら、それそれそれよ、ちゃんと集めてきたじゃない。白玉ちゃん、白玉。黒天の弱の角を渡した。ふんふんふん、裏食材が一つ加わるたびにオルス様への愛情も深まっていくのよね。さて、裏食材が全部集まったところで仕上げの調合をしちゃおうかしら。料理長味見行くわよ。真心とそして愛を込めて、いざ味神楽を捧げます。なんすかそれ。おわ目ん玉、あとよくわかんないやつ、角、ハート、唇。金も、さすが妖怪。しかもこれ仲間の妖怪だからな。できた。できたんだ。できたわ。主菜の味わいを極限まで引き出す珠玉の前菜、吐きだめ風ゲスのこねくり煮込み。超まずそう。がついに完成したわ。私の料理人生をかけた最高傑作。これなら主菜串灘の味を何倍にも高めることができるわ。さあ、おろし様はお待ちかねよ。大広間へ行って前菜料理の完成を告げる美食の鐘を鳴らしてきてちょうだい。その麗しき鐘の音が血の晩餐の幕を切って落とすのよ。わーと、いよいよ、いよいよですな。まあ鳴らして、まあヤマタノオロチがどっかから出てくるんでしょう。そんで俺と対決と。よし、行くぜ。いよいよ行くぜ。んーと、どう、え、鳴らしたっすけど、え、鳴らしたっすけど、ちょっとどういうこと。料理の準備もできたし、美食の鐘を思い切り鳴らすべし。オラ様の首数と同じだけしっかり鳴らすべしよ。本当は鐘を鳴らすのはオラの役目だべしが、お前がずっと鳴らしたそうな顔をしてるから特別に役目を譲るべしよ。何度も言うけど、妖術を使って楽して鳴らしたらダメだし、ちゃんと心を込めて全身全霊でぶち鳴らすべしよ。ってことは7回か。今1回、あ、今何だったか。あれあれ。ちょっと、もう緊張してうまく鳴らせないわ。あれ、じゃあもっと高く飛んでからか。あれ、乗んないっすけど。あ、なったなった。じゃあ上の方で叩かないとダメだ。あれ、むず。今でやっと2回。ちょ、え、マジ、え、中でジャンプするよ。あ、真下でジャンプしたら鳴るわ。え、今何回だっけ。4回 ?5?6? くそ。これラストか ?7? あれまだ?じゃあもう一回鳴らす ?8? あ、来た。8じゃない。これが7か。数え間違えちった。普通に。お、これが前菜料理。量多いな。え、ちょっと俺もそこに乗せてほしいんだけど。俺乗ってるんか、どうなんだ。ちょっと俺も連れてってほしいんだけど。上にいんのか。どうにかして上に連れてってもらいたいんだけど。お前に頼めばいいのか。上行ける。緊張したんだな。オルス様の玉座の間をちらっと見たんだけど、それはもうおっかない雰囲気だったんだな。悪いんだけどよ、またこの運び台を動かしてその玉座のままで運んでくれねえか。な何を言ってるんだな。頼むって。オイラだってオルス様のその玉座の間ってやつをちょっとだけ見てみたいんだよ。そんなこと言ったって、お前、オラたちみたいな下っ端が何度も出たり入ったりしてたらバクッと食われてしまうんだな。お前それでもいいのかな。それでも玉座の前行くんだぜ。その眼差し、男の決意を感じるんだな。面つけてますけど、イケメンの。まあ、そのイケメンの眼差しに熱意を感じたのかな。そこまで言うなら、玉座の前運んでやるんだな。これも運び台の掃除を預かったものの宿命なんだな。お前は食われないようにしろよ。よーし。どうやって倒せばいいのか。多分わかんないと思うけど。気づくまでえらい時間かかるんだと思うけど。なんせ7つの首だからな。弱点とか7個あんのかな。お前に一応俺の会話をするよ。あれ間違えた。吠えちゃった。あれ話す、あ、できる。こ、
この先の坂道を上がればおろし様の玉座の間が見えるんだな。早く戻らないとおろし様がそこの前菜料理を取りに来たら間違いなく一緒にバクッと食われちまうんだな。さあ玉座の間をちらっと見て早く帰るんだな。え、ここに料理あるの？ああ、ある。お、あそこに誰かいる。誰か業者人、業者人っぽいな。ギャッ、お前こんなところまで何しに来たんだ。ギャッ、あんまり見ない顔だけど新入りならいい度胸してるだ。ギャッ、オルス様に捧げるお供物ならここでタント買っていくといいだけや。まあとりあえずちょっと買い物しよっか。なんか持ってるっしょ。これこれ水晶とかも売ろう。よしで、買う。まあ別にいらないな。いらんっす。大丈夫っす。ここをくぐっていよいよオロチと対決かな。よし行くぞ。どえらい上り坂だな。どうなってんだここの上。すごい螺旋坂、立体駐車場みたい。あ、危ね、落ちる。うわー、来た来た来た。え、なんかこう口みたいになってない？ここ口の中ってことないよね。これベロ？まさかな。うわあ、なんだなんだ、ビビった、ちょっと。あ、寺の鐘。あ、口の中真ん中にいる。今いた、鐘の真下に。っていうかさ、ヤマタノオロチってさ、体に寺あったよね。昔の、オープニングの昔話の中のヤマタノオロチって。ここやっぱヤマタノオロチの体なんじゃないの？うお、いるぜ、クシナダの姉ちゃんが。お、どうした？おーおーおー。もうその髪取っていいだろう。うわ、でかそうだ。金危なくね？金落ちたらなんか閉じ込められちゃう、金の中に。うわー、出た、ヤマタノオロチ。大ボス。ヤマタノオロチ。あ？おう。久方ぶりだな、100年前、我を封じた高間ヶ原の野良狼よ。我を子孫じて石くれになり果てるも、まだ我にこだわっているとは。石の中にも100年か、カビ臭くも。なろうものだ。やろう、こいつを食らいな。お、雷撃臭、普通に飲んだぞ。え？どっけ、聞いたの？ちょっと待って、もう何にも分かんない。黄色い黄色い、ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえず風、意味ないね。なんか火入ってる。ちょっと待って、火入ってくから、この火をさ、ちょ、お前、見えねえって。どうなってんの、ちょっと、どうなってんの、どうなってんの。なんか食らってるし、なんか食らってるし、バカ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 。あ、水のやつがいる。ちょ待って、ちょ待って。無駄ってなったよ。超むずいんですけど。やろう、もしかして体中に血管張ってやがるのか。このままじゃさすがのお前でも歯が立たないぜ。あの子を他に何か打つ手は。ちょっと待って、スサノオどうした。姉ちゃん逃げろ。どこに行って話だけど。うわー、お、来た、スサノオ。待てい、やっぱな、来てくれると思ってたぜ、スサノオ。おお、なんかフル装備だ。スサノオ、やっぱり来てくれたのね。このスサノオ、参ったぞ。大王者ヤマタノオロチ、我らの契りを結ぶためにな。お、おっさん？待っていたぞ、イザナギの血を継ぐ者よ。我らの対岸、ついに成就する時が来たか。え、どういうこと？仲間なの？
それとも何、蘇らせたスサノオが、まあ偶然にも蘇らせちゃったんだけど、蘇らせたお礼になんか言うこと聞いてやるみたいな、そんな感じになっちゃってるのか。イザナギの血は桃と瀬にわたって我をここへ封じ続けた恩敵だが、その忌まわしき血こそ我が神力開眼の要。イザナギの着流とこの我が血の名役を交えれば、今しめは解かれ、我は激烈なる神の力を得るのだ。これぞ回転の決命なり。な、何言ってんだ。オロチとイザナギの血が結ばれたら真の力を得られるだと。力を求める者よ、かの時は気を逸してしまったが。ああ、封印を解いたその時ってことか。今ここに再び契りを交わす時が巡ってきた。闇の世界を欲す、そう誓いの言葉を我に報ずるのだ。さすれば名役はなり、貴様にも闇の力が宿ろう。オロチの野郎、おっさんに取り付いて誘惑してやがったんじゃ。おっさんが悪夢にうなされていたのはそのせいだったんだ。なるほど。さあその口で発するのだ、臓腑の奥底より言霊を込めて。決命の言葉を叫べ。ああ、叫ぶとも。やあやあ、我こそは古今無双の大剣士、イザナギが抜損スサノオなるぞ。か弱き不助手を手ごめにしようという不埒なるやからは、我が見はかしを持って退治してくれようぞ。おお。すげえ、勃剣で戦うとは。腕つきはまる上ばみえ、貴様の誘惑に負ける我と思ったが、こうなることこそ前世より続く我らがちぎり、魔と戦う定めとあらば、この身が砕けようともその道を進まん。このスサノオ、神の力も魔の力も借りぬ。イザナギの血にかけて貴様を召してくれるわ。おお。酒がどもどもこぼれてますけど、ちょっと、これ聖なる幻の酒でしょ。ってことはこれが聖なる水になるんじゃねえのか。ってことは俺に正気あり。金色に輝く幻の酒、まさかヤシオリの酒残ってたんか。おっさんと姉ちゃんの奇跡にかけるぜ。甘子をしくじるなよ。そんなこと言われましてもさ、言われましても、しまって、火に焼かれるわ、火に焼かれる。虫歯はございません。そんなまぬけな面で威嚇されても怖かねえや。尻が燃えてるけどな。甘子は酒だ。あのポカンたけた大口に、ヤシオリの酒をくらましてやれ。オッケー、ちょっと待って、どこ危な。ちょ、どこよ。ちょ、ここに、こうやれってこと？ブルンルンルン、こういった？これで一匹は酔っ払ったってこと？聞いてるぜ。俺の尻も聞いてるけどな。めっちゃ燃えてる。あ、え？顔がなんかそこに浮かんでるけど、一匹落ちたってことか。へへ、上場見ねえ。物質そうに大口開けるからでいい。屋上の酒欲しければ、じゃんじゃん飲ませてやら。オッケー、終わった。あ、違う。あいつが吐いてんのか。やべ。なんかもう呪われてよく見えなくなっちゃった。ちょっと待って。この能力で浮きゃいいんだ。とりあえず。浮いて、口開けろ。ちょっと待って、でも今水だからな。来る。酒がどこだかわからない。酒がどこだか。適当にやっちゃった。やっべ、めっちゃパワー減った。あ、今、誰か口開けろ。口を開けろ。よし、開けた。あれ？ちょ、今一線的なことはしてないっす。してないっす。ちょ、な、もう。
ちょっと待って、めっちゃパワー減ってる、めっちゃパワー減ってる。あっぶな、死ぬ。あっぶな、危な。体力回復、体力回復。参考これ。あっぶね。ちょっと待ってな、このミニヤマタノオロチ邪魔なんだけど。誰か口開けろ。ちょ、行って。あ、今口開けてる。よし。ここら辺からこう。飲んだ？飲んだの？あなた飲みました？よくわかんないことになってます。なんかミニが邪魔。あ、口開けろ。今開けてるよね。無駄ってなんだよ、お前。はい。飲んだ？飲みました？ちょっと待って、あとすっげえ食らってる。お前飲んだの？飲んだのか飲んでないのかはっきり言え。今だ。飲んだな。酔うって出た。酔うって出た時に。死ぬ。危ない。わからん。倒し方が、いまいちまだよくわかってない。やばい。あ、こいつピヨってる、なぜか。ピヨってる。ちょっと待って、一銭。無駄ってなんだよ。マジか。ちょ、今開けてる、口開けてる。飲んだね。お前今飲んだね。酔うって出たね。オッケー。そしたら、どう、え、ちょちょ、無駄ってなんなの、マジで。え、ちょ、どうしたらいいんだ。見ろ、オロチの野郎、酒をたらふく食らってフラフラだぜ。さあ、この調子で他の連中にも遠慮なく振る舞ってやろうじゃねえか。あ、そういうこと。一匹ずつってことか。よし、今だな。もうちょこちょこやってたらダメだったっぽいな。で、もう一回だな。あ、これ。尻燃えてる、俺尻燃えてる。ちょ待って、死ぬ。あっぶねえ。もう一個使う。やべえ、もっと買っとけよかった。やっべ、こんなに食らうとは思わなかった。よし、今だ。よいしょ。なんか、まっすぐ書いたらなんかうまくいかなそうな気がする。あ、終わったか。終わったっぽいな。よし、次こっちだ。ちょ、もう、よくわかんない。口どこ。おっちゃん、ここね。はい。よし。どう？全員酔っ払った？あ、全員酔っ払ったっぽい。あ、俺地味に、うまくいってたんだ。よかった。ててん。あ？もしかしてあそこが、敵の本体なのか？ここが本体なのかな？ちょ、登れねえっす。あ、登れた。ててんっつったけどよ。おい。ここが敵っぽいっすね。は？無駄手出た。は？え？無駄手出たっすか？もう一回降りて、酔わせろってこと？これは長丁場ですな。ちょ、今だ。よいしょ。で、酔ったね。よし、次。よし。ちょっと待って、俺またすっげえ減ってる。なんか横のやつから攻撃されてたっぽいな、今。よし。燃えてるからか。ん？ちょっと待って、これピヨってる時に上いけんの？今これ全員酔っ払ってる？あ、いける。あ、レンドいける。なくそ。目覚めちったか。うわー、長丁場だこれ。なんか土ってやつのところが一番いいな。土ってやつどこ行った？土。でも隣の火がめっちゃ俺焦がしてくるから割と死にそうになるんだ。ケツに火がつくからさ。来い、土。
うわ、ここやば。やば。ちょ、毒と火やばい。土ダメだ。隣が危険すぎる。こっちも危険だ。火が来る。風が、風はどう、お前。あ、水がめんどくせえわ。水がめんどくせえ。ちょっと待って。水めんどくせえ。よし、よいしょ。ちょ、もう、よいしょ。そう、効かねえか。よし、よーし、吠えたな。で、お前に、ほら。あれ、酔った、酔った。ビシッと。よし。あ、水が一番簡単かも。あ、酔った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 。よし。いけ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 、ゴー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 。乗り込め、乗り込め。連打、連打、うまく連打いけ。お、お、倒した？わあ、やっとか。めっちゃめんどくさかった、こいつ。強えとかそういうんじゃなくて、面倒、ちょっと、ない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 、危ねえ、危ねえ、あ、普通に戦ってきてる。なるほど、バリアが解けたんだ。ちょ、え、もう一回飲む、お前飲む。あれ、無駄ってなっちゃった。口開けてるよ、でも。はい、あ、くそ。ちょ、え、今わー言ってたけど、ちょ、そびれた。あげそびれた。めっちゃ食らった。あ、うわー言ってる、うわー言ってる。はい、よし、まだ飲むな、こいつら。アホだぜ。あ、ぴよったぞ。ついに豚折れやがった。もしもこれで野郎の体の結界が解けてたら、神器でも筆調べでも思う存分野郎の顔面に叩き込めるぜ、マジで。お、いけるいける、連打いける、めっちゃいける、めっちゃ連打いける、これ。うひょひょー。あ、復活した？復活したか。ちょ、火怖い。火怖いんですよ。あ、やった。バカめ。よいしょ。酔っ払った？酔っ払った？こっち来る？来た。ちょ、もう連打が全然当たらん。お、火倒したっぽい。やったぜ。他のやつ行こう。ほら、吠えろ。いって。よし、吠えた。ちょっと待って、体力回復しないと死ぬ。やべ、忙しい。やべ、なくなった、これやば。よし、酔っ払ったぞ。よし、オラ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 、闇の頭。よし、倒したぞ。次、うな、次こいつだ。よし、待って。ちょ、もう酒めっちゃありがてえわ。酒なかったらもう絶対倒せてねえわ。よし、おら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 、当てろ当てろ当てろ、もっと当てろ、もっと当てろ、もうちょい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 、よし、倒した。オッケー、次。口開けろ。うわ、口開けろ。よし、来た。よーし、はい。よーし。あーたたたた、あーたたたた、あーたたた。もうやり放題だな、これ。やった、倒した、倒した。よーし、次。こいつはなんだ？
うわあああなんだ雷か。うわあああ、危な。よし、超えた。よし、お酒をドーン。飲んだ。よし、あーたたた、あれ、あーたたたた、あーたたた、ちょっとなんか角度が変ですけど頼みますよ。連打当たってくれ。よし、もうちょい、あともう一回。よし、倒した。よし、あとこの白いやつなんだこいつは。うわー、なんか食らった。こいつは何、光、光か。うお、よし、吠えた。よし、よいしょ、ほいや、はい、いらっしゃい。よーし、あー、なんか連打がうまくいかない。マジか、ちょっと待って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 、あと一撃。よし、いった。はい、次、あれなんだ、あれなんだ、毒だ。うわー、危ねえぜ。うわー、引きが。うわあ、なんだなんだ、うわあ、食らった。吠えろ、こら、くそ、全然吠えねえ。うわ、食らった。よし、吠えた。よし、いらっしゃい。よーし、いけ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 、もうちょい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 、よし、った。ラストか、次。なんだもん、こいつ、ドッカンドッカンよ。やべえな。こいつなんだ、土。まさかお前が最後とはな、土。危ねえ。弱点だと思っていたお前が最後に残っちゃった。まあ、へい。はい。さあ、酔っ払え。はい、いらっしゃい。おらおら。おらおら、酒臭いんじゃん、おら。おら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 。酒には飲んでも飲まれるな。どう、倒した、倒した。串灘の姉ちゃん、そういえばどうなってんの。真ん中の寺とかすっげえ燃えてたけど。おっ、スサノン、すっかり忘れてた。時は来た。いざ酔いの月を今こそ夜空に差し入れたまい。我が愛犬桃変木の魔物チュースルを見届けたまえ。つ、好きだって。そうか、イザナギ神話のオロチ退治の夜も星空に月が。ちょっと待って、月ってどうやって書けばいいんだっけ。今書く、今書く、今書く、書きます。今のは昔でしょ。ここで俺が書けばいいんだろ。はいはいはい、書かして書かして。能力だろここ絶対。お、来た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 。え、こう書けばいいのか。これでどう。違う、余計なちょっかいです。太陽出しちゃった、間違えた。ちょちょちょ、月は、月は待てない。ちょっと待って、分かった。こうだろ。よし、できた。立体的に描こうとして間違えちゃった。できた。お、かっこいい月。うわぁ、お前すげえな。そんな木の剣でよくここまで来たな。おぉ、花咲いた。おしゃれ。スサノオ流七字のインゲイメイ。ちょっと待って、ここか。よし、勝つ。ちょっと待って、もうどこだか分かんねえんだよ。大きめにいけ。かい、うわ、もう早い。よし、龍、はい、フック、はい、はい、え、な、な、えい、はい、ソン、はいはい。一瞬だからさ。あ、終わった、よかった。終わった、終わった。おお、まだか、まだか、こいつか。あまこをとどめだ。マジか。お、なんだ、スサノオがやんのか。やめろポチ、こればかりはお前の手助けはいらん。ヨハ、スサノオ流昇天七星。どうすんの。おお、ジャンプ力すご。おお、は、え、こいつマジで実力で倒したぞ。今だって初めて腕技の能力使わずに倒したよ。すごく、串灘殿、貴殿にとっての酒造りのように
我には剣の道しかござらん。されど心弱きゆえにあのような魔物を蘇らせるという過ちを犯し、魔のささやきを一時心に焼き付けさえした。そうなんだ。もはや我に剣を握る資格などありませぬ。なればこの世に生きる意味などふふふ。佐野ったらまたそんな難しい顔をして、いつもみたいに笑ってよ。そんな顔してるから妖怪さんが寄ってくるんじゃない。さあ笑って。毎年稲刈りを手伝ってくれる時のように笑ってよ。ふわははは、わはははは。お、笑ったぞ。ハッピーエンドかな。ん？青い剣だ。お、神器紡がりの太刀を手に入れた。嫌な予感がする。なぜここに来て新しい武器が手に入る？オロチの王より現れた聖剣。ボタンを長く押して力をため敵を断つ。は。本当に死んだのか？こうして桃とせむりによみがえった大王者ヤマタノオロチは、大神アマテラスと大剣士スサノオの活躍によって退治されたのじゃ。生き絶えたオロチの体から妖気が消え失せると、その体の中から紡がりの太刀が現れ入れた。それはオロチに飲み込まれていた宝剣ツクヨミの生まれ変わった姿じゃ。この新たな武具を手にアマテラスは次なる冒険へ腹構えをする。あ、まだもっと強敵がいるんだね。その時じゃった。死んだはずのオロチの屍から危機快快な妖気が立ち上り、四方の空へ飛び散っていった。それが一体何者なのか、この時はまだ誰にもわからなんだが、長く続く苦難の道のりはまさにこの時に始まったのじゃった。とにもかくにも、上木村から妖魔の影は消え去り、束の間の平和が訪れた。まだまだ冒険の話は続くんじゃが、お後は次の。お楽しみはこれからだぜ。あまこ、これでおしまいじゃ、いまいちしまらねえ。一丁大神様の勝ち名乗りをあげようじゃねえか。うわふーん。オッケー、そして俺も喉が枯れました。はい。ボン、梅、あ、はい。確かにね。うん。スマートに倒せた感じはしなかったよ。あっと、牛若がなんか企んでんのか？違うな。ん？なんだ？ついに来たるべき時が来たようじゃな。なんだ、あのフェニックスと話してんのか？牛若。天と地の狭間に横たわる切っても切れぬすくせの絵にし。ともかく牛若よ、風雲が急を告げている。すぐに都へ戻るのじゃ。ラジャアマテラス君、今回はオロチを優に倒されちゃったけど、次は果たしてそう簡単に行くかな。裏切ったとかそういうんじゃないんだ。もっと、真の敵を知っているみたいな感じか。月が綺麗ですね。あ、これ元の祠の位置じゃん。いやー、こりゃ満天の星空だ。星といや、お前の分身様たちの星座。あとはみんなどこに隠れてるんだろうな。お、花火が上がった。花火職人。そういえばすっかり存在忘れてた。お、でも一応プチエンディングみたいな感じだね。お、ありゃ玉屋の兄さんの花火じゃねえか。なんだい、オルチがよっちんだこと、もう村のみんなに伝わってんのかよ。そうか、祭りか。みんな年に一度の神木祭りを追っ始めやがったんだ。祭りだ祭りだ、甘子を神木村に直行しようぜ。オッケー、そうしようか。ここまでのお話をもちろん記録する。いやー、喉枯れたわ。
というわけで今回はここら辺でやめとこうと思います。次回は神木村のお祭りから始まるのかな、多分そんな感じだと思います。それじゃあ続きはまた今度。バイバイ。